はい、どうも、皆さん、こんにちは、むいけんです。ではね、なんと、テザリングでね、スプラトゥーンをやってみたいと思います。今ね、ちょっと直撮りなんですけど、iPhone 撮影したいんでね。はい、じゃあ、これから、テザリングで、パソコンを設定して、なんかね、今見ると、LTE 回線でもなくてね、3G 回線なぜかこの部屋になってて、ちょっと奥まってるからかな。LTE でもないっすね。はい、じゃあその状態でね、落ちるのかどうか、週末に割と話題になった、テザリングでスプラトゥーン。それで落ちるかどうかちょっと見てみたいなと思います。はい、じゃあ、フレンドリストの承認からね、やっていきましょうかね。はーい。はーい、どうも、もいけんです。じゃあね、フレンドリストの承認からやっていきましょう。前回50人ぐらいいるのかな？まあ、とりあえず、どんどん掘り込んでいきますね。はい、フランドさんどうも。はい、じゃあね、フレンドさんがね、結構溜まってきたんで、あれかもしれないですね、フレンドさんだけで、なんかね、お話できたりね、お話っていうか、ゲームできたら面白いんですけどね。はい、というわけでね、どんどん、埋まるまでね、フレンド、11人でこう終わりかな？まあやっていきますね。はい、よろしくでーす。じゃあね、まあ皆さんとね、一回でもね、なんか絡むことができればね、結構面白いかなと思いますんで、まあやっていきましょうかね。前回結構ね、フレンド枠多かったんですけど、ランク 25A プラスの腕前です。さっきの人すごいな。すごいな、そういう人見てみたいな。超邪魔しないようにね、したいですね。フレンドになりましょう。はい、たくまさんね、こんにちは。はい、じゃあ、セイマさんね、よろしくです。はい、いつも、あ、マジっすか。あ、セイマさんありがとうございます。わざわざコメントまでいただいて、ほんとね、もうミッキーさん、あれみたいですね、ジブリみたいな感じになってますね。はい、じゃあどんどんね、じゃあこれで終わりかな。ジンベイさんでラスト。ローラー動画見て勉強してます。すいません、勉強ならないです。はい、じゃあジンベイさんよろしくです。はい、じゃあこのメンバーでね、やっていきましょうかね。お、皆さんやってますかね。たくまさんとかね、入ってますね。おー、みんなやってますね。てわけで、ドラクエやってる人もいるんですね。はるやさんかな、はるやくんかな。はい、じゃあやっていきましょうかね。マカさんドラクエやってんだ。やっぱドラクエやってる人、あ、村田くさんってあれか、ツイッターでよくコメントくれる、可愛らしい方ですよね。可愛らしい、ね、ワンピースの。ニョロさん YouTube 見てんだ。はい、というわけで、スプラトゥーンね、やっていきたいと思います。どこだっけ？スプラトゥーン。あれ？これで、あ、下画面になってんだ。これを画面チェンジはこれだ。じゃあこれでやっていきましょう、スプラトゥーン。久しぶりですね、ちょっと1週間ほど、1週間までないかな。何日かね、ちょっとお休み、旅行行ってたんでね、お盆帰りで、まあ、ちょっとね、喉が、いかれてるんですけど、じゃあやっていきましょうかね。フレンド申請の後、あ、そうだやっていくって言った割にはあれだ、なんだっけ、あれでしないとな。じゃあちょっとね、ちょっといじりますね。変えます。あっちにね、 LTE 回線にして、 LTE っていうか、テザリングにしてね、やりたいと思います。じゃあ、ちょっとジャンプしますね。はーい。はい、どうも。じゃあね、ゲームの中に戻ってまいりました。まあ、腕前とかを置いといて、今回は、なんとテザリングでやっていきたいと思います。Wii U と、スマホの、一応ね、今見ると 3G 回線ですね。ちょっと家の中なんで、電波が悪いのもあってか、3G 回線。これでね、ガチマッチやっていきたいと。あ、タッグマッチ。いけるかな？タッグマッチやってる人いるかな？さすがに、フレンド50人いてもいないですね。はい、じゃあガチマッチこれでやっていきましょう。通信がね、悪いというのがすごい評判なんで、実際ね、じゃあね、そう言ってるやつ、お前は試したのかと言いたいんで、僕は試してね、実際に 3G 回線で、やりたいと思います。今ちょっとおかしかったよね。はい、じゃあ、すこぶる評判が悪いテザリングでのスプラトゥーン。さっきまで 3G 回線だったんですけど、なんと、スプラトゥーンに入ってからは、LTE 回線になりました。ってことで、B ランク。まあね、申し分ないお互いのレベルだとは思うんですけど、これテザリングです、テザリング。普通のテザリングかな。オーバーしてない、まだね。オーバー、多分してない。した時としてない時とね、両方見てみたいと思うんですけど、ヤグラの方か。うわ、久しぶり。超久しぶりです。一週間ぐらいやって、旅行とか行ってて、ね、やってなかったんで、メガネついていけてないですね。
なんか気持ち悪いっすもん、今今目が気持ち悪い。これね、スプラトゥーン毎日やってる人はね、目が慣れてると思うんですけど、あやばいやばい、すいません、技術のなさ、すいません。通信としては大丈夫ですね、普通にインターネット共有されてますってことで問題ないじゃないですかね、これね。だから、これ制限速度が切れた時は問題ですよね。まあ、切れてない今は大丈夫ですね。ただただ気持ち悪いだけで。ただただ気持ち悪いだけで。すごいな、これ。誰も死ななかったかな。あ、やべ。今のはね、潜ってたんで、外人か。はい、じゃあもう、申し分ないですね。普通にプレイは下手くそなんですけど、通信としては問題ない。だからね、皆さんね、大丈夫ですよ、これはね。この LTE 回線でも大丈夫。あー、やべ。ちょっとね、やっぱ。お、キングカズマ。キングカズマ、僕の大好きなあれじゃないですか。細田作品じゃないですか。やべ、やべ、やべ。キングカズマ、最強のあいつじゃないですか。かなりフルボッコやられるんですけど。うわー、強えなー。さっきからこいつばっかやられてんな。やっぱ銃にね、任した方がいいっすね、こういう時はね。まあ、ちょっとプレイね、ちょっとムカついてきたな、下手くそすぎるな。はい、自分にね、自分にいいっすよ。おっと、ほら、よしよしよ。あ、さすがにむずいか。9番ボム一応勝っちゃいるんですけど、ちょっと僕がね、LT 回線でもなく普通に実力不足ということで足引っ張ってますね。くそ、なんかやっぱ勝ちてえな。潜っとこ潜っとこ。おっしゃ、ラッキー。任せましょう任せましょう。おっしゃ、よし、 OKOK、 押し込め押し込め。いい、よし、もうすぐジャンプで、こっち行った方がいいな。LT 問題ないっすよ。だからテザリングっつって、まあ普通のテザリングは大丈夫っていうことは、まずね、1個目分かりましたね。普通だと大丈夫。あー、やられた。まあ普通のテザリングだと大丈夫。で、このままやっとくとね、多分あと30分1時間ぐらいで、ね、あの制限速度オーバーするんで、まあ、その後ですね、問題はね。お、危ね。キングカズマいたな。いいね、話合いそうっすね。僕あれ大好きだったんですよね。やべ、キングカズマのあのサマーウォーズか。サマーウォーズも好きなんですけど、それ以上にね、あれが好きだな。あのね、この間も動画撮りましたけど、狼のね、少女。狼とね、狼子供の雨と雪がね、かなりおすすめなんで、よかったらね、あの、フールのね、無料期間でね、見れるんで、フールのね、無料期間、まあ2週間ぐらいあるんで、それでね、細田作品バッと見るとね、すごいおすすめです。すごい良かったですよ。まあね、テザリングで見ると大変なんですけど、やっぱりこれ負けちゃう。優秀やな、みんな。ちょっと正面から言って負けすぎやな。言ってるね。よしよしよし。あ、やべ、なんか飛び乗ったかな。飛び乗ってはないね。あ、よし、 OK、よしよし。テザリングで1試合目 OK ですね。だからね、やっぱテザリングの制限速度オーバーした時、それが問題でしょうね。うん。
僕の、まあ、技術の問題っていうのもあるんですけど、下手くそっていうのもあるんですけど、まあ、とりあえず、通信ブチブチ切れることなくね、なんとか行きました。